よし、ニューウェーブ当てるぞ。それでは僕の予想を発表するね。1号艇はボートレースメモリアル2連覇がかかるブス島選手。ここは気合の入り方が一味違うと節感を見ていても感じました。なので1着はブス島選手で決まりだと思います。またスリットは揃いそうなので2着は差し勝負になるんじゃないかなと考えています。したがって2号艇の前本選手、4号艇石野選手、そしてワンチャンス展開ついてのまくり差し、こちらもあり得ると思います。5号艇重成選手、この3艇を抑えた1、2、5、2、5、この6点で勝負したいと思います。さあ次、江戸くん、本当にそろそろ頼むよ。ここで動画の途中ですが、大村日刊スポーツから残暑お見舞いキーワードクイズのお知らせです。今回アップした8人の動画内にキーワードが散りばめられてあります。8文字を並べ替えるとある言葉が出てきますので、その答えを添えて特設サイトから応募いただいた人の中からなんと抽選で5名の方に大村ボートで使える5000マイルをプレゼント。今回の僕らのキーワードはジョー。8人全員の動画を見てキーワードを集めて概要欄のリンクから応募してください。夏ですね、メモリアルですね。メモリアルで思い出したんですけどね、昨日の大村準優勝戦11レース、時計台の針が3、2、1、その時私ね、なんか嫌だなと思ったんですよ。白1号艇がパシャッと早めに起こしすぎたような感じがして、そのままスーッとスリットラインを通過して、嫌だな、怖いな、恐る恐る実況の声をよーく聞いてみると、お手持ちの投票券を大切にお持ちくださいって。 F か、峰選手 F か。この F でね、峰選手 SG4 節除外されるそうなんですね。怖いな F、 怖いな、これが優勝戦だと思うと怖いな。そういえば4で思い出したんですけどね、日本では4という数字は不吉な数字として有名なんですけどね、実はこれ幸運を呼ぶ幸せだって皆さんご存知ですかね。例えば四つ葉のクローバー、幸せを呼びますよね。あと皆さん、大村競艇場でボートレースメモリアルが開催されるのって実に64年ぶりってご存知でしたか。しかもこれが記念すべき第1回目の大会なんですね。そして64年前に大村でボートレースメモリアルで優勝した真島選手が乗っていたボートの番号は4。そして今回大村でまた4が優勝したら、大村で4と4が SG 覇者になるんですね。4と4、2つ合わさって4合わせ、幸せ、幸せなんつってね、幸せになりたいな。だから今回は4頭から買おうと思ってます。4、1、2、0。いやー怖いなー、当たるかなー。でも僕たち買ってはいないんだけど、桐生選手の選手番号って。怖いなー、当たるかなー。